どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのイディアがですね、なんと発行手数料実質無料キャンペーンを開始いたしましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、先日ね、こちらのマリオットボンボイアメックスプレミアムカードね、2024年の版紹介させていただいたわけなんですけども、昨日の動画ではですね、 イデアではなくて、B4 さんね、お勧すすめさせていただいたと思うんですけども、この B4 さんのね、あの、いいところっていうのは、発行手数料がかかんないんですよね。で、発行手数料がかかんないと、あの、IC チップとかね、ない、あの、プリペということで、あの、3D 席はね、ついてるんですけども、あの、スライドでね、決済しなきゃいけないんですよね。ですので、発行手数料無料なんでね。 カード自体はね、まあ使わないんでね、発行手数料無料なものを、まあ基本的にね、お勧めさせていただいてるわけなんですけども、このイデアもですね、 アメックスからね、経由してチャージすればですね、ポイントが半分取れて、またね、こちらも 3D 席はね、あの、通っておりますし、PayPay ペイペイとかもね、紐付けて月25万円までね、利用することができて、まあこれね、見ていただければわかると思うんですけども、フリックマークとかもね、IC チップも付いているっていうふうになりますんで、これはね、今回のタイミングでいいディアね、持ってない方はですね、非常におすすめっていうふうになっておりますんで、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなぁと、 思います。ということで、このね、イディアはね、まあ何なのかっていう話から、ちょっとね、始めさせていただきたいなと思うんですけども、こちらはですね、えスマートアプリだったかなちょっとね、名前が途中で変わったんですよね、最初のコンセプトと。最初はね、なんか溜まる、増やすみたいなね、そんな感じだったんですけども、 今はですね、こちらはスマ、えー、叶いたいことを無理なく実現できる貯金アプリのプリーペイドカードっていう風になるみたいなんですよね。で、こちらのね、イデアの大きな特徴はですね、年率ね、2%のボーナスがもらえるっていうのがですね、非常に特徴のあるね、プリーペイドカードっていう風になるんですよね。まあ一応ね、後で、あの、やり方っていうのはね、軽く説明させていただきたいなと思うんですけども、まあ私個人的にはですね、こちら、外貨決済手数量が無料なんですよね。まあ非常にね、こちら こちら3、4ヶ月くらい前にね、あの話題になりまして、私もね、動画作らせていただいて、私もね、ハワイで、あの、ワクワクしながらね、あの、レボリュートと一緒に使って、まあ、どっちがお得なんだみたいな感じでね、やろうかなと思ってたんですけども、えー、ハワイでね、利用しようとしたところ、えー、いろんなところで決済を断られるっていうね、通らなかったんですよね。もう、 え、ったのがね、10月の終わりとかなんで、もう数ヶ月経ったんだね。次回の、ね、海外滞在でもね、ちょっと試したいな、なんていう風に思ってるんですけども、このイデアもですね、レボリュートと同様に、外貨決済手数料は無料なんですよね。 で、今までね、私はレボリュートを中心にね、利用させていただいておりまして、まあ、レボリュートでね、あの残高がある状態で決済を切られるなんてこと一回もなかったので、まあ、このね、イディアにして、イディア持ってってね、チャージして持ってって、利用しようとしたらね、使えなかったということで、なんだよっていう感じでね、あの、ちょっと残念だったんですよね。ですので、まあ、次回ね、またニューヨークね、エアバス350-1000でね、行きますので、まあ、その時にね、ニューヨークでまた試してこようかな、なんていうふうに思ってるんですけれども、まあ ニューヨークにね、行かれた方のコメントを見ると、まあ、数箇所使いたい数箇所使えなかったみたいなね、まあ、そんな話も、えー、いただいておりますので、ちょっとね、安定するまでもうちょっと時間かかるかもしれないんですけども、まあ、レボリュートと同様にね、外科決済手て数量を無料でね、利用することができるっていう風になりますので、まあ、安定して使えばね、 これいいですよね。レボリュートっていうのは、チャージ手数料がね、1.7%取られるっていう風になりますんで、あの、クレジットカードでね、チャージすることができないんですよね。で、一方、このイデアはですね、あの、キャッシュを挟めばね、アメックスからもチャージすることができるっていう風になりますんで、アメックスのね、決済収容してる方も、まあ、いいのではないのかな、なんていう風に思うんですよね。で、そのイデアはですね、 発行手数料無料。本来ね、こちら900円ぐらいかかるんですけども、まあ今ね、キャンペーン開始して実質ね、無料で利用することができるっていう風になりますし、またね、ポイントサイトの案件も今ね、出てるっていう風になりますんで、まあこのポイントサイトの案件はね、正直いつまでね、あの、持つかわからない部分ではございますけども、まあこちらね、利用できれば非常にお得っていう風になりますんで、ぜひね、利用していただければな、っていう風に思います。ということで、ちょっとね、公式サイトで説明していきたいなと思うんですけども、 えまずね、こちらがイデアのね、公式サイトっていう風になっておりまして、貯められたを増やしていくということで、まあ、こういった感じでですね、目標に合わせてですね、まあ、貯金していくっていうアプリ、まあ、叶えたいことを無理なく事前にできる貯金アプリということで、まあ、自動積み立てであったり、手数料無料で利用することができたり、年率2%のボーナスがね、もらえたりいたします。で、こちらはですね、下の方に行っていただくと、まあ、この年間ボーナスのね、年率2%の詳細が出てるんですけども、毎月3万円ね、積み立て たてした場合は2023年から2025年までで毎月ね3万円積み立てして利用していただくと年率ね2%ということでまあ1万5千0がねまぁもらえるっていう風になるんですよねまあ2年間毎月3万積み立ててますんで36万の72万かなはいまあ積み立ていただければまあこういった感じでねボーナスがまあもらえるっていう風になりますっこのねボーナスって何なのかっていう話なんですけどもボーナスは保有している平均残高に対して最大 年日2.0%相当のポイントを付与するサービスです。付与されたボーナスは決済にご利用いただくことができますが、送金にはご利用いただけません。ボーナス付与は 当時月の20%上限をしているため、入金が一切ない場合には、当月分のボーナスは付与されませんので、ご注意くださいということで、詳しく書いてあるわけなんですけども、これで、ね、読んでいただいてもね、全然よくわかんないですよね。これね、非常に難しいっていうふうになっておりまして、まあ、後でね、あの、どういった感じでね、利用できるのかね、お見せしたいなと思うんですけども、まあ、一応ね、年率2%で、ま、ポイントがもらえて、そのポイントも決済に利用することができるって言いたはちになります。で、今回のね、発行手数料無料キャンペーン なんですけどもこちらねえ、本日始まったキャンペーンで、新春、イデアはじめ、カード発行手数料無料キャンペーンということで、え対象者はですね、新規ユーザーの方、2020年1月4日時点で、イデアアカウントを保有されてない方ということで、こちらね、多分、私ちょっとね、バーチャルカード使ってないんで、ちょっとわかんないんですけども、もしね、バーチャルカードがあって、 アカウントを持ってたらね、もしかしたら使えないかもしれませんので、まあ、新規ユーザーの方限定っていう風になります。で、このキャンペーンは1月の5日から1月の25日18時までっていう風になっておりまして、キャンペーンの上限ですね、キャンペーン中に1から3すべてを条件満たした方ということで、イデアの新規アカウントを作成し、本人確認完了すること、イデアリアルカード発行申請、合計5000円以上の入金ということで、まあ、こちらをね、満たせば、このね、発行手数料ですね、本来900円。 かかるわけなんですけども、これがね、ボーナスとして付与されるっていうふうになります。ですので、5000ね、入金していただいて、まあ900円で、ね、最初かかるんですけども、それが後日ボーナスと付与されて、まあそれがね、決済に使えるっていうふうになりますんで、まあ発行手数料ね、実質無料で利用することができます。で、付与のタイミングなんですけども、条件達成確認の上、2024年2月中旬頃を目処として、イデアアカウントに900円相当のイデアボーナスということで、付与されるっていうふうに、 なります。で、こちらね、本人確認ね、少し時間がかかりますので、こちらのキャンペーンは1月25日までね、やっているわけなんですけども、まあ、できるだけ早めにね、やっといていただきたいな、なんていうふうに思います。というのも冒頭に言ったと思うんですけども、こちらポイントサイトハピタス。まあ、私がね、一番お勧めさせていただいているポイントサイトなんですけども、こちらね、新規アプリインストール、本人確認、入金確認で、 1100円分のね、案件が出ているんですよね。ですので、今ね、発行手数料無料で利用することができて、さらにね、条件達成すればね、あの、ハピタスのね、1100円分のポイントもね、こちら併用して取れるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、経由して発行ね、していただければな、と思います。で、ポイントサイトの案件の方はですね、新規アプリ、インストール、本人確認、入金完了で、このね、 1100円分のね、ポイントがもらえるっていう風になりますんで、ANMR、j ジャ m マイル,ル,マ,イルマリオットポイントにも交換することができるっていう風になりますんで、ぜひね、経由して発行していただければなと思います。で、この案件ね、あの、iOS も、あの、Android もね、案件両方ともあるんですけれども、スマートフォンじゃないとね、こちら出てきませんので、あの、PC だとね、出てきませんので、この点だけ注意していただければなと思います。これいいですよね。1100円分のポイントをもらいつつ、発行手数料無料でね、あの、カード発行できるっていう風になりますんで、 非常にいいですよね。この動画見た方はですね、このね、ハピタスの案件がね、どれぐらい持つか正直わかりませんので、あの、概要欄に載せておきますんでね、早めに利用してください。それでは次にですね、イデアのね、この2%ボーナスの獲得方法をね、紹介していきたいなと思うんですけども、前提として私はね、こちら推奨しておりません。っていうのも、このね、イデアにね、入金するお金っていうのは、 出勤することができないんですよね。最終的に絶対出勤することができない。まあ、現金で戻すことはできないんですよね。ですので、まあ、クレジットカードでね、あの、使う分には利用することができるんですけども、まあ、出勤することができませんのでね、この点は注意してください。あとね、 今現時点でこの2%ボーナスを年日ね、キャンペーンっていうかまあ特典ね、ずっと利用することができますけども、いつ終わるか正直わかんないんですよね。これがね、ずーっと続くのか、いつか終わるのかもわからないですし、もう終わった時にですね、こちらのやり方とね、残念キープしとかなきゃいけないんですけども、そのお金もね、最終的に出金できないっていうふうになりますんで、まあこちらね、自己責任で、まあやりたい人向けっていうふうになりますんで、一応ね、紹介はしますけども、えー、推奨はしておりません。 で前提条件と運用方法ということでまずで普段の決済利用しないでまたね2%のボーナス獲得のみを。 行ってください。で、常に残高30万円を残高キープですね。で、毎月2500円を出し入れしていただくと、毎月500円のボーナスがもらえる。まあ、500円分のね、ボーナス分ポイント、ボーナス残高がね、もらえるっていうふうになります。で、こちらのやり方なんですけども、毎月 T シャですね、30万円入ってる状態で、2500円使っていただきます。で、これをずっとキープですね。そうすると、月の平均がね、30万円になりますんで、年率2%が 30万円で、パーな6000円で円が12ヶ月なんで500円もらえるっていうふうになりますで。で、2%のボーナス上限は当月入金額の20%ということで、2500円の20%で500円ですね。まあ、もらえるっていうふうになります。で、毎月1日にですね、このキャッシュとか、え、ー クレジットカードからですね、こちらにチャージ2500円していただいて、2500円どっかで使っていただくっていうふうになります。冒頭にね、言ってると思うんですけども、このね、イディアっていうのは 3D 席はね、通っておりますので、PayPay ペイペイにね、紐付けて利用することもできますし、モバイルスイカにね、チャージすることもできます。ですので、まあ、ここからね、あの、b 4さんにチャージしていただいてもいいですし、 紐付けでね、利用していただいても OK です。毎月ね、2500円出し入れするっていうのを、まあやっていただく感じですね。まあこのイデアですね、B4 さんにね、チャージすることができるっていう風になりますんで、まあこれでまあ、 もしね、これをやる方であれば、2500円ぴったりね、利用することができますので、まあ、こちらがおすすめですかね。まあ、こういったね、ルートを組んでいただくと、毎月500円もらえるっていうふうになりまして、一応これね、確か100万円とかでもね、利用することができて、毎月1600円とかね、はい、受け取ることも、まあ、できることはできるんですけども、えー、先ほども言った通りね、最終的に入金したものはね、出金することができませんので、まあ、基本的には推奨しておりませんのでね、この点は注意してください。 で、次にね、このイデアのえチャージルートを見ていきたいなと思うんですけれども。 えまずね、ANA のクレジットカードからだと、ANA からね、キャッシュにチャージしていただくか、まあ、直接チャージしていただいて、利用していただく。まあ、キャッシュにチャージした方がね、0.2%上乗せできるっていうところですね。で、このね、イデアの最大の特徴は、やはりね、外貨決済手数料無料でね、利用することができるっていうふうになりますんで、普通のクレジットカードをね、利用してしまうと、まあ、大体2%ぐらいのね、外貨決済手数料、まあ、外貨事務手数料とかね、まあ、名前は、あの、そのカードごとによってちょっと違ったりするんですけども、まあ手 数量上乗せされるわけけなんですけどもまあ、私はね、ハワイで全然これ使えなかったので、まあ、次のニューヨークでね、どれだけ使えるのかね、非常に楽しみにはね、しているんですよね。やはりね、イデアと両方とも使って、まあ、実際ね、どっちが安いのかっていうところをね、あの、検証したくてハワイでやったんですけども、まあ、普通にイデア使えなかったんでね、レボリュートだけで、あの、普通にあの、ジュース買って終了したっていうね、あの、動画のネタにもならず、 終わってしまったんですけどもまあこういった感じでですね外科月記載手数料無料でね利用することができればね非常にいいですよねでまたね一番のおすすめポイントはやはりこれなんですよね アメックスからですね、経由してチャージすることができて、まあ、それでね、外貨決済手数料無料で利用することができれば、このルートがね、本当にいいですよね。このアメックスからね、直接チャージっていうのは、昔はね、ポイント満額取れたりしたんですけども、数ヶ月後にはですね、還元がね、半分ではなくて、なしなんですよね。ですので、あの、いくらチャージしたって、ポイント1ポイントももらえないんですけども、キャッシュをね、かませることによって、こちらね、0.5%、まあ、 半分にはなってしまうんですけれども、還元がね、取ることができて、またね、キャッシュの還元も取ることができます。ですので、アメックスから、 手数料なしでね、チャージすることができて、で、それでね、外貨決済手数料無料でね、利用することができるっていう風になりますんで、これがね、一番ね、理想的なルートですよね。まあ私もね、このイデアがね、普通に海外でね、使えるようになるのであれば、まあ決済のね、利用するのは、このね、イデアをね、利用したいっていう感じなんですよね。やはりね、アメックスを私もね、メインカードにして、今年はヒルターアメックスプレミアムカードをメインカードにさせていただくんですけれども、できればね、ポイントも半分でもいいんで取りたいですし、またね それれででででで外手数料を無料無、ね、利用させていいいいいたただききう風ににになりますすのこルートが本、ね、本当当実現ばよねやはりね、レボリュードはね、こういった感じでチャージ手数料がね、導入されてしまいましたので、一応ね、デビットカードはね、チャージすることは無料でできるんですけども、ドロね、あの、デビットカード、楽天とかね、あとどこだったかな、いくつかね、あの、チャージすることはデビットカードだとできるんですけども、無料でね、できるんですけども、あの、還元取れないっていう風になりますんで、 じゃあ別に銀行からチャージすりゃいいじゃんみたいな感じになりますんで、やはりね、これが痛いですよね。これさえなければね、あの、アメックスからね、aupay とかね。 あの、チャージして、またね、レボリュートにチャージしてとかね、昔やってましたけども、ま、これがね、ちょっと利用できなくなったっていうのはね、非常に残念ですよね。で、このレボリュートのね、あの、一応、今後の使い道もね、あの、話しておきたいなと思うんですけども、やはりね、レボリュートはね、無料会員でも月2万5千までね、現金出金が無料で利用することができるっていうふうになりますんで、やはりレボリュートのね、あの、使い道は私はね、今後、こういった形でね、利用したいなっていうところですね。やはりね、チャージ数量ね、ここありますんで、ま、カードでね、 チャージするっていうよりかは、まあ、基本的にはね銀行振込でえチャージ、まあ、入金してて利用するってい、う感じですかねはいということで、今回ですね、このね、イデアがですね、発行手数料実質無料キャンペーン、またね、ポイントサイトの案件もね、一緒に来てるっていう風になりましたんで、でそこでね、動画撮らせていただいたわけなんですけども、まあ、やはりね、あの、B4 さんね、昨日の動画でも紹介させていただきましたけども、やはりね、あの、IC チップとね、あの、フリックマークついてる方がね、絶対利用しやすいですし、まあ、 モバイルスイカとかにもね、チャージすることができるっていう風になりますんで、ぜひね、このタイミングで持ってない方はですね、発行ね、していただければなと。 思います。ということで、今回の動画はね、ちょっと簡単な動画になりましたけれども、こんな感じでね、終わりたいなと思います。この動画が役に立った方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりまして、最近ね、マイル診断とポイントサイト診断っていうのもね、コンテンツ、LINE 公式アカウントでえやっておりますので、こちらね、無料で利用できますので、ぜひね、概要欄か、まあ、これにね、QR コード出しておきますんで、ね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。このね、診断系のコンテンツね、どんどん増やさせていきたいなというふうに思っております。 してやはりねいろんな質問をねいただくんですけどもやはりねあの人によってねあの状況が違いますのでまあ、それでね診断コンテンツを入れることによってまぁ、あ、おすすめもね的確にできるかななんていうふうに思っておりますのでぜひね利用していただければなと思いますということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ